こんにちは、とハッピーです。ご視聴ありがとうございます。はい、今回の動画はね、マスカーワールド仮面の世界4弾かな、PB03 とかね、04もあるんですけど、ちょっとね、未だに開けてないんですけど、とりあえずこちらをね、やっていきたいと思います。なんですけどね、兜が売ってない買い逃しちゃいましたね。この兜だけ、まあ数店舗コンビニ回ったんですけど、どこもね、なくて、まあ、この4体でいいかなと。まあ急いでませんのでね、いつかまた見つけられたら、ラビットタンクホーム。ビルドから2個ですね、ニンニンコミック。で、後ろ。これなんか組み替えができるのがね、すごい面白そうです。そして、アマゾンネオ。アマゾンネオ。このアマゾンはね、なんかスペックが書いてあるんですよね、裏に。なんでビルドの2体は書いてないのか。でも俺は行きたい、行きたいんだ。ニューオメガもスペックがね、書いてあります。ネオとオメガ比べると若干違うんですよね、性能。人はアマゾンを殺しすぎたアマゾンズね、映画やるんでね、そちらもすごい楽しみです。で、この2体の前にちょっと避けて、去年ね、動画見てくださってる方からね、いただきました、このオレンジアームズ。なんかね、地方からちょっとね、都内の方に遊びに来るっていうんで、築地のデニーズで一緒にご飯を食べたとか名前は出さないでくれって言ってたんで、匿名の方として、もう本当にね、ありがとうございます。これだけ売ってなかったんで、すごい嬉しいですね。はい、完成。外務のオレンジアームズです。9月に譲り受けたんですけど、まあ、地方にはね、いっぱい売ってるということでサファリ顔なんかも未だになんかね、積んであるって言ってましたね。いや、もう本当にありがとうございます。はい、てなわけでね、ラビットタンクからいきましょう。よ、どういう風に入ってんだ、完成品。ほい、ラーメンね。あ、分割だ。ラビット側がまたね、別で入ってる。ペイントのツヤとウサギの部分が綺麗。さすがマスコレの系譜。これ光通すのかな、まあ、発光台座でね、まあちょっと別でやってみようかな。で、こちらはタンク側と台座。頭部はタンク側が大多数を占めてて、台座にくっつけるとこんな感じなんですけどなんかね、固めのキャラで、これにラビットを装着。あ、前の方からそのまま止める形ですね。ほい、ラビットタンク。いや、メタリックの艶といいね、やっぱり目の部分のクリア、しっかりとハニカムとか、さすが。だ、フォーム名までは書いてないんですね。はい、続いてニンニンコミック。はい、こちらはね、頭部完成した状態で入ってました。分割はしてなかったです。ニンニンコミックフォームで、台座の名前も仮面ライダービルドのみ。やっぱりね、ボーイズトイとかのフィギュアとかと比べると全然違う。さすがもう頭部に特化しただけのことはある。これは同じように外すのかな。ちょっと引っ張ってみよう。硬いな。パーツ折らないように前に力をかけて分解で、タンクの方に忍者ニンニンタンクきたー。いいね。 BCR ではね、再現してたんですけど、マスコレでこういうギミック嬉しい。では残りの赤と黄色ですね、ラビットコミック。すごいぴったり合う。なんか変な隙間がないっていうのが嬉しいですね。ね、はい、では続いてね、アマゾンの方行きたいと思います。そしてアマゾンネオは本体と台座、そして小さい袋に入ってる角パーツを取り付け。袋がね、小さいからね、紛失要注意。そして台座を取り付けて完成。
このバイザーのギザギザというかパターンは内側で処理なのかな。まあアーマーというよりアマゾン細胞が具現化したもの、外骨格というか硬質化したというか。いいね、このバイザーの中の垂れ目の目、これ外れないのかな。やめときましょう。そして最後ニューオメガ、こちらも本体と台座、そして小袋にね角パーツがあるので取り付け、本当になくしやすいんでこれはもうさっさと取り付けないと怖いですね。で台座をセットでニューオメガ。この作品にねこのアーマーというかメカっぽい要素ってあんまり合わないなと思ったんだけどね、作品があまりにも面白くて最後の方には全く気にならなくなりました。左右非対称ですね。台座のニューオメガもこっちのニューかと思ったんですけどね、違ったみたい。でネオと比べると、まあ、こっちのデザインはね共通点はあるんですよね。でも反対側はもう全く違います。4種見ましたけどね、兜だけはね本当売ってなかったんですよね。まあただねマスコレでもあるし、キャストオフ後のね角のギミックもあるしいいかなといったところ。まあ台座が丸型でねマスカーワールドとは違うんですけれども、まあ、同じキャラ、まあ、造形もね違うと思うんですけど同じキャラはもういいかなといったところ。まあ台座だけはねちょっと妥協すればいいかなって思ってます。まあ、見つけたら見つけたで欲しいところなんですけどね。はい、そんなわけでね以上マスカーワールドなんですけども、ちょっとねプチ雑ないきましょうか。先日仮面ライダーウォーズのね変身コンボコレクションっていうのをやったんですけども、まあ、あのコメントの中にねマイドカッター使うのがというのがあったんですけど、これねこことこことあとここ3箇所でテープ止めされてるんですよね。で未開封ボックスから全部揃うかっていう趣旨もあったので、まあ、カットせずに開けました。でこれね素手で開けるとなるとテープ3箇所張りなんでパッケージ破壊になっちゃうんですよね。まあ、ちょっとね乱雑にいくと、まあ、こんなようなイメージ。そう、取り直しも効かないしすんなりやるにはカッターかなっていうのでちょっとやってた感じなんですけれども、ミスったら取り直しができないっていうのもあって、まあこのマスカールドのようなこういうパッケージだったらねスコンっていくんですけど、まあ、それがなかったんでねちょっと全8種8、3、24、24箇所カッター切り、まあ、入れたんですけどね、多分まあ間の問題とかテンポとかのこともあると思うんで、まあ、そこら辺ちょっと早送りでも入れてもよかったのかなっていう反省点はあります。まあ一つの意見としてねありがたく頂戴しました。で過去ね開封系、まあ、素手で開けてたらハサミ使えよとかなんかすごい言われたこともあって、じゃあハサミ使うよつってハサミ使ってたら今度は開ける時の開封のパックの音がいいっていう方もやっぱりいらっしゃって、まあ万人向けっていうのはもう本当難しいんだなっていうのはね、まあ、痛感してます。なので特にねその、まあ、配列とかその入り数アソート、まあ、チェック以外に関してはまあ端折ってるんですけど、まあ、ああいった感じの動画に関してはねその都度その都度状況に応じて変えていきますので、何卒ご了承のほどよろしくお願いします。まあ、多分そのテンポとか間の問題が多分大きく言われてるのかなっていうのも、まあ、感じたんですけど、まあ、そこら辺もちょっとね早送りとかすればよかったのかなっていう反省点も踏まえ、まあ、今後にねいろいろ活かしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。あれです、撮影時にマイカメラについてるマイクとそれとは別に LINE 入力してるヘッドセットの、うん、口元のマイクっていうのに2系統でね撮影してるんですよ。なので玩具に近いところの音声はちょっと高くて喋ってるのが小さいっていう意見もいただいたんですけど、それは音量を上げるとこんなノイズがあるんでっていうので微妙にちょびちょび調整してたんですけど、昨日アップしたマスターライセンスの動画の後にピコ太郎の PPAP のやつやったんですけど、そこから、ね、ちょっと大幅に設定変えてみたんですけども、まあ、これでまだ、まあ、落ち着かないと思うんですが徐々にね調整していきますので、まあ、環境いい環境になればいいかなと思ってます。はい、そんなわけでね、長くなってしまいましたけど以上トイハッピーでした。ご視聴ありがとうございます。まあ、カブトはどっかで見つけたらでいいかな、まあ、違うのは台座だけなんで。そして外務はね再びありがとうございました。